クリシャンののり道をお聞きの皆様こんにちは山川さと子です今日は困難に直面した時助けられた話というテーマで私の体験談をお話ししたいと思います私の父が脳幹梗塞で倒れ救急車で近くのかかりつけの病院へ運ばれた時のことですその時はくぶくりに助からないだろうと言われていましたが 1%, 1の確率の中で、命が助かった後の話になります。もともと父は患っていたパーキンソン病と心臓病疾患がありました。父はその後、重い肺炎になり、また次々と病を発症しましたが、半年後、奇跡的に回復し、退院することになりました。その間、たくさんの方々の協力と、 毎日病院へ通い父を献身的に支え続けた母の存在が大きかったことは今でも感じています退院が決まりその後リハビリ中の父をどう,どうするのか決めなければならなくなり困難に直面することになりました両親は私の家から交通機関を使えば40分 車ですと20分くらいのところに2人で住んでいましたその当時はまだ介護制度が導入された頃でまだまだ不安定な時でしたいくつかの選択がありましたが母は覚悟を決め自宅で在宅介護をすることを選びました母が在宅介護を選んだことにより不思議なことが起こりました 次々と母に協力してくださる方々が手を挙げてくださったんです病院の訪問看護師の方々在宅で見てくださる医師たちとリハビリスタッフ皆さん病院に毎日母が通って父を支えていた姿を見ていた方々が手を挙げてくださりチームを作り動いてくださったのです。 また、介護センターの方々や看護師の資格を持っていた母を親のように慕っていた母の妹の娘が介護を助けてくれました。父は手厚い看病と介護の中、みるみる回復していきました。 その中で絶対に口から物を食べることができないと医師から言われていましたが楽しんで自分で食事が食べられるようになり歩けないと言われていましたが数歩歩けるようになりパーキンソン病も患っていたことにより無表情だった父の表情に変化があり4年間たくさんの人々に支えられ父は精一杯生き抜き天国へ旅立っていきました。 父が脳幹梗塞で倒れた時困難に直面しましたが祈り求めた時命を助けてくださり次々と病気を克服したくさんの人の力を断つまた助けを借りて父と母は幸せな4年間を過ごすことができました今でも父と母の幸せな穏やかな日々の姿が目に浮かびます。父と母の、 かむつばしい姿は周りの人々の心を動かしたくさんの笑顔がそこにありました。心心かから感謝し、思い出すす。たびに心が温かくなります今日は私の話を聞いてくださりありがとうございました。